皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。甲子園も無事に終わり、 1,2 年生は秋季大会、3年生は次のステージへの準備で忙しい日々を過ごされていると思います。今回は次のステージへの準備を進める3年生に向けての特集です。野球を継続するか否か、またどこで続けるか考えている球児のために、一つの選択肢として大学準講師の世界をご紹介できればと思います。過去にも高校野球 .com では大学準講師の特集を配信させていただき、どれほどのレベルなのか大学準講師のリアルをお伝えしてきましたが、今回は2人の選手に密着させてもらい、より大学準講師の世界のリアルをお伝えできればと思います。最後までぜひご覧いただければと思います。まずスタッフが訪れたのは日吉駅へやってきました。ここが最寄り駅となっている大学といえば、陸の王者こと慶応義塾大です。広大かつ非常に立派な建物が敷地内にある慶応義塾大の準硬式野球部は、過去10回以上のリーグ優勝の経験があるなど結果を残している名門です。高校も使っているグラウンドで日々練習を積み重ねていますが、そこにいるのが3年生日比谷投手です。高校時代は慶応義塾高校でベンチ入りをしていたものの、控え投手として活躍。大学進学後、最初の1年間は硬式野球をしていましたが、2年生から準硬式の世界へ。準硬式はまだ1年ほどですが、現在は150キロに迫る快速球を連発する剛腕として、選抜チームにも選ばれた逸材です。キャッチボールだけでも素晴らしいですが、ブルペンで投げ込む剛速球も迫力満点です。凄まじいボールを投げますが、普段の様子はこのようにマネージャーやチームメイトと時折笑顔で話す普通の大学生です。そんな剛腕日比谷投手の素顔とは。大学に入ってから結構自分で考えるような時間が増えて、それを結構活かして自分に必要だと思うメニューを増やして成長しているように思います。彼はとにかく向上心の高い選手だなっていうふうに自分は考えています。グラウンドにいる時間だけでなくて、家だったり、他のジムとかでも常に自分のピッチングフォームっていうのを動画を何度も見返して、それに対していろんな新しいトレーニング方法を取り入れて、本当に向上心を持ってこの1年間すごく成長したなっていうふうに自分は感じています。このように指導者がいない代わりに選手同士で練習メニューを決めて、時には映像撮影や話し合いをしながらできる選手主体の練習環境だからこそ成長できていると話しますが、普段は理工学部に所属する大学生、時には研究室に入って授業をすることもあるどこにでもいる大学生です。でもそれまで電気と電子回路系と、あと情報はそれからパソコンのプログラミングとか、なんでいろいろ幅広いんですけど、AI とかだったりとか、機械系の自動車の回路、半導体とかの中もその細かいところまでやる感じです。野球、学業はもちろんですが、アルバイトもやっている日比谷投手。野球、学校、プライベートの3つを両立できるのが大学準硬式の良さと言っていいですが、その中でも高校時代に比べて13キロの球速アップ、大学準硬式に進んでも成長できたことに感謝の思いを感じていました。どこかでまだ成長の伸びしろあるかなっていうふうに自分の中で思ってて、ただそれが出せる環境っていうのがやっぱりないなっていうふうに思ったので、その確証がないまま硬式でやるっていうのはちょっと違うかなっていうふうに思ったので、その結果的にはここが一番いい環境だったのかなっていうふうに思います。
ここまで150近くまで出せるとは思っていなかったので、そこはすごく驚いてますけど、ただそうです、それも環境がすごくいいからだと思います。子供もできて野球もできて、で考えながらみんなで成長し合える、まあ、一番結果的には一番いい環境だったなというふうに思います。そんな日比谷投手と同じ思いで奮闘している4年生がいるということで、続いてスタッフが訪れたのは駒場東大前駅。もうお分かりかと思いますが、やってきたのは東京大学です。日本最高峰の大学として数多くのメディアにも注目され、著名人も多い文句なしの超名門。そんな東大の準硬式野球部はリーグ戦での優勝経験はありませんが、選手は日々文武両道を貫いて成長を続けています。先ほど紹介した慶応義塾大と同様に、東大も選手主体で練習をするのが特徴的なチーム。自分たちで仲間に指導をするので、このようにパソコンで資料を準備してそのままグラウンド上でレクチャーすることもあるようです。そんな東大で練習を積み重ねているこちらの青年、4年生の鈴木選手は愛知の東海高校で主力としてプレーしていましたが、現役で東大に合格し、現在は一人暮らしをしながら農学部の学生としてさつまいもの研究をされているそうです。ただグラウンドに立てばチームの主砲として打線を牽引、さらには関東地区の学生委員長として大会期間は責任者として毎日グラウンドに行き、球場では大会運営で目まぐるしく動いています。多忙かつ責任ある役職を任されている鈴木選手ですが、こうした仕事を任されているからこそ得られているものもあると話していました。難しいなというのが本音ですね。結構自分はそんなにその人の上に立って人に指示を出したりとかすごく上手い方ではないので、まあ、難しいなと思ったりすることも多いですけど、まあ、でもその分やっぱいろいろ経験させてもらっているので、一番すごくいい機会だなと思っています。選手、大学、そして学生委員長と3つの顔を持つ鈴木選手ですが、周りの人に話を聞くと非常に人望が厚く生真面目な好青年のようでした。関東大会とかの運営とか、いろいろあの野球以外のことでもすごい忙しかったと思うんですけど、その中で結構残って練習したりとかしてたんで、めちゃめちゃストイックです。すごく温厚な方で、そうですね、温厚ではありながら、チームの まとめ役というかリーダーシップもあるので、すごく頼りになる先輩っていう印象ですね。日比谷、鈴木亮選手ともに大学準硬式を盛り上げる存在としてこれからも注目されますが、特に日比谷投手のようにこれほどの実力がありながらどうして大学準硬式という道を選択したのでしょうか。まあ、自分の中でまだ伸びるなって感覚は少しあったんですけども、ただまあそれぐらいで硬式で通用することはないなというふうに思ったので、そこから半年ぐらいは全くボール一回も触らなかったですね。行ってみてすごくレベルが高かったのと、あとは、その試合を見に行ったんですけども、その試合が、1個上に今怪我しちゃってるんですけど、エースの杉山さんっていう投げてて、まあ、すごくレベルが高くて、まあでその試合も負けちゃったんですけども、4年生3年生がみんな泣いてて、あ、こんなに熱量でやってるんだっていうふうに思って、まあ、自分も入りたいっていうふうに思いました。そんな大学準硬式は慶応義塾大、東大のみならず多くのチームには指導者がおらず、選手たちだけで練習や試合もやるため高校野球にはない難しさと楽しさの両方があります。鈴木選手のいる東大はまさに典型的なチームですが、その点についてどのように感じているのでしょうか。学生主体で練習をやることでやっぱり高校時代にはなかったその野球に対する見方だったりとか自分で考えたりするというところもありますので、ここで今までになかった上達の仕方っていうところも技術面ではできますし、またそれ以外にも例えばいろんな他の部員の話を聞いたりとか他の部員と考え方を共有したりとかっていうところも含めていろんな
見方ができるようになるので、野球に限らずいろんなことに生きてくるっていうような成長の場にもなるかなというふうに僕は考えています。それぞれの思いを持って今は大学生活を送られていますが、気になる野球以外の部分の両立はどのように感じているのでしょうか。月曜日と水曜日と金曜日は2限からになるので、朝の8時から11時ぐらいまでは練習に出れるって形になってます。まあ、僕はフォームを特に意識してて、フォームを変えるためにはそんなに走り込みとかっていうより、投げ込み走り込みっていうよりは毎日、意識づけだったりとか体の使い方を変えるっていう方が大事だと思うので、まあ足りないとは思ってないです。練習の平日は授業優先で、練習はまあ優先順位としては一つ下がるっていう形なので、両立しやすい環境ではあると思います。やっぱり部活自体も平日とかはまあ、3時間ぐらいの練習を合衆3回が平日なので、まあ、そこの空いた時間っていうのは、まあ、少なからずできるかなと思います。それから塾講師であったりとかっていうこともありました。大学準講師の未来を担う2人に、最後に高校球児たちに向けてのメッセージをいただきました。高校時代ではやっぱりたくさん全く試合に出られなくて、ボール拾いだったり、で僕もその経験がすごくあって、ボール拾いだけとか、フリーバッティングの間も守備で、最後にやっと TA バッティングやらせてもらえるとか、そういう経験があったんですけども、巡行はもう少し違って、全く試合に出られない選手でも腐らずに、一番朝早くから練習にしたり、夜もウェイトしたりっていう感じで、全員がもう本気でやる環境が整っているなっていうふうに思います。まあ、学生主体と文武両道になるかなっていう。指導者のいないチームが多いってところも考えて、指導者のいないチームっていうのが多いので、すごい自分で考えて野球をやるっていうところの楽しさであったり、またそれによる学びっていうのも、まあ、何度も言ってるようですけど、そこはありますし、また文武両道ができるっていうところも、まあ、硬式野球にはないまた魅力かなっていうふうに思います。それだけでなくて、やっぱり学生委員会っていうような試合の運営とかチームの運営っていうところも学生でやることになるので、疑似社会ではないですけど、社会に出る上での一つのステップとしての魅力も人工式野球の魅力かなと思います。ということで、今回は大学準硬式野球の世界をお伝えするために日比谷投手と鈴木選手の2人に密着しました。大学準硬式のイメージは伝わりましたでしょうか。大学で野球を継続するか悩んでいる球児は、ぜひ準硬式というのも視野に入れて進路を決めてみてはいかがでしょうか。日比谷投手、鈴木選手、そしてチーム関係者の皆様、今回はご協力いただきましてありがとうございました。